はい、こんにちは、ペソでございます。ドラゴンクエスト4ですね、続きやっていきたいと思います。さあ、そしたらね、キングレオ城も向かっちゃいましょう。毒針を変えなかったのはね、ちょっと残念なんですけどね。あ、いけるかな。でもあれ溜まるからね。まあいいか。震えてますね。でここでね、どこの方、どこら辺を押すかだけ見とかないとダメですね。わかりました、ここですね。はい、それではね、向かっちゃいましょう。むむむ、こんなところまで入ってくるとは、なんという練習だとね、すぐに立ち去らんと、ただで済まさんぞとね、何もなら、ここはバルザック王のお部屋なるぞと、すぐに出ていくのだ、そしてこの部屋のことは忘れるんだとね、すごい顔ですよね。ほほ、そなた、その方らはですね、ごめんなさい、確かエドガンの娘たちだったなと。父の敵うちに来たというわけか。いかにも私がバルザックだとね。お前たちの父エドガンは偶然に発見した進化の秘宝を 何を思ったか闇に葬ろうとしたのだとね。愚かなことだとは思わぬかと。その進化の秘宝さえあれば世界の王にもなれるものとね。見るがいいよ、私の力を、この素晴らしき進化した体をとね。はい、基本はね、あら、あ、そうかそうか、スカラとかがないからね。静寂の玉を使うで、防御です。いた。早めにね、回復を。これが怖い。ほら。回復ね。
あ、オーリンさん死んじゃう。ベホマ捕らえしまった。また一からだ。うわっぶねえ。身を守る正解でしたね、この選択。あ、聞かなかった。よかった、火の玉で。これは正解。使っとかないとね、切れて消えるとすぐ買われちゃうんですよね。あー、よかった。おー、リンさんやばい。よかった、炎で。もうそろそろやばいね。
もうあと2回しか恋見いけないですからね。ああよしよし行きましたね。はい。あの静寂の玉のあの失敗がなければね、もっと早かったんでしょうけどね。最大ヒットポイント6、マジックパワー7。おー、今回は大きいね。11上がりましたね。で、いいよ。深く劣ったものだな、バルザック。そんなことではこの国を委ねた甲斐がないぞと、そして何よりデスピサロ様に申し訳が立たぬとね。これはキングレオ様、このことは何とぞデスピサロ様にはご内密にとね。まあよい、今しばらくはお前を死なせるわけにはいかぬとね。エドガンの娘たちを、私がこの国の真の後継者キングレオだ。今度は私が相手になろう。さあかかってくるがよいと。これはね、勝てないんですよね。ね。気づいたようじゃな、エドガンの娘たち、マーニャ、そしてミネアよと。ボホゴ、わしはこの国の先代の王者、外では死んだことになっておろうとね。お前たちが戦った相手はわしの息子じゃ。しかし奴め、悪魔に魂を譲り渡し、今のお前たちでは奴には勝てん。ひとまずこの国を離れ、力を蓄えるのじゃと。奥の部屋の箱に乗船券がある。それを持っていくがいい。ごほごほごほ。そしていつの日かお前たちがこの国を正しき道へと戻してくれ。頼むぞと。あ、寝てるんですね。これはね、もう持っていかせましょう。これが、よいしょ、乗船券ね。で、ここを抜け出すと、お前たちはどこから現れたとね。く、見つかったか、かくなるや、うおーってね。脱獄だ、誰か手を貸してくれとね。ここは私に任せてお逃げください。さあ早くとね。離せない。ということで逃げちゃいます。買えるもん買っていきましょうね。タロットカード使っても面白かったんですけどね。まだ船は出せないのかって、まあそう焦りなさんだとね、他のお客さんたちと話でもして、その後に上にいる店長、あ、店長じゃない、船長に話しかけてみるんだなと。もうこれで何もなかったっけな。人々な
いろいろな思いを乗せて船は出ていきます。娘さん、この国で何かがあったのかは知らないが、元気をお出しなさいと。生きていればきっといいこともあるでしょうからと。あ、振られたんですね、この人。うー、ジル、なんでオラのことを。ジル、およ、うんにゃ、嫁子は他にもいるだ。他の国に行けばもっといい子が。泣いてる。ウェーンと。あ、ピピンね。せっかくパパに会うためにこの国に来たのに、お姉たんたらもう帰るって言うんだ。プンプンと。弟には父親のことはしばらく話さないでいるわと。いつかこの子が大きくなって悲しみに耐えられるようになる、その日までとな。そうですね、亡くなられてたんですよね。私の知り合いのトルメコというのがエンドールでお店を出したんで、そのお祝いに行くところです。ああ、そういうことですか。なんでもキングレオの王様を殺そうとしたやつがいたそうだぜ。どこのドイツか知らんが、どえらいことをするもんだなと。はい、ではですね、4章終了しましょうか。船が出るともうこの国には戻ってこれないだろう。思い残すことはないかね。船を出してもいいかね。ということで出しちゃいましょう。よし、では出航だ。全員持ち場につけ、怒りをあげろと。海を入ってね、そのままエンドールへ行くんですね。船が着いたぞ、エンドールの国だぞと。こうしてマーニャとミニアの2人は思いを遂げられぬままふるさとの国を出たのでした。自分たちを助けてくれるか細く小さな光とは、その光を探すため再び2人の旅が始まったのですと。はい、では今回ちょっと短めですけどね、ここで終わらせていただきたいと思います。次回から5章ですね、メインの章に入っていきますんでね。まあちょっといろいろね、やりたいことはたくさんあるんでね、まあその都度ちょっとご紹介していきたいと思います。それでは今回はここでお開きです。さよなら。